大分空港を宇宙港にする計画が発表されてから4年が経ちました。県内で具体的な事業はまだ始まっていませんが、その歩みは一歩ずつ進んでいるようです。2020年に県が発表した宇宙港計画、そのニュースに県民も期待を膨らませていましたが、最初に提携したアメリカの宇宙開発企業バージンオービットが経営破綻し、宇宙事業から撤退しました。現在、唯一の望みが同じくアメリカの宇宙開発企業シエラスペースです。2022年、日本航空、東京の総合商社兼松と県が協定を結び、副社長の視察なども行われました。宇宙港の実現に向け、今週一歩前進するニュースが入ってきました。20日、アメリカ航空宇宙局 NASA はシエラスペースの宇宙船ドリームチェイサーの初号機が打ち上げ準備のためケネディ宇宙センターに到着したと明らかにしました。今年中にも初めての打ち上げをする見通しです。シエラスペース社と連携し、大分の宇宙港の実現に向けて動いている兼松の高田敦さんに OAB が独自でインタビューしました。今年最初にシエラスペース社が国際宇宙ステーションの補給ミッションと、アメリカへの帰還を行いますので、そこでしっかりと実績を示すことができれば、皆さんのご不安も少しずつ低減できるかなと思いますし、じゃあその技術が大分県でどのように適用できるかという調査も今後本格的に進めていきますので、その中で少しずつその角度が上がっていくのかなというふうに思います。大分の宇宙港計画は今どこまで進んでいるのか、期待される経済効果や課題とともに見ていきます。大分空港は宇宙港としてどう使われていくんでしょうか。まず先ほどの VTR に出てきたシエラスペース社のドリームチェイサーがロケットに積まれて発射場から打ち上げられます。国際宇宙ステーションに着いたら宇宙飛行士の必要な物資を届けたり、研究物資を運んで宇宙空間での実験に使ってもらったりします。その後採取した実験サンプルなどを持ち帰り、大分空港に着陸、資材を回収するといった流れです。この一連の計画が早ければ2027年にも実現する見込みです。先週金曜日に宇宙に関するセミナーが開かれたのですが、参加者からはこんな質問が上がりました。年間何回ぐらいこのドリームチェイサーは大分に降り立つんですか、という質問です。登壇した兼松の航空宇宙部高田敦さんはこのように回答しました。打ち上げは年間4回ほどの見込み、そのうち1回は大分に着陸するのではと見込んでいます。このミッションですが経済効果がすごいんです。日本全体で350億円、大分だけでも35億円の経済効果があると見込まれています。教育や宿泊業などへの経済波及効果期待されています。またセミナーの中で高田さんは世界の先進的な施設を紹介しました。こちらです。世界の先進例、アメリカアラバマ州のハンツビルという都市です。ここはロケットシティと愛称を呼ばれ親しまれています。このロケットシティは1960年代にロケット開発拠点に選ばれ、大量の技術者が移住してきたところです。ここには体験型の施設があります。スペースシャトルの着陸シミュレーターや月の石や人工衛星の展示物を楽しむことができるということです。この体験型の施設、入場料は大人およそ4500円、子どもおよそ3000円となっています。
中でも目を引くのが宇宙キャンプというプログラムです。子ども向けのプログラムは6日間で25万円となかなか高価ではあるんですが、内容を見ると低重力での歩行訓練やロケット模型を自作して発射するなど、本物の宇宙飛行士さながらの体験を楽しむことができるんです。大分も宇宙降下すればこんな施設ができるんでしょうかとワクワクしますよね。県宇宙開発振興班の担当者に大分にできる可能性聞きました。小中学生の修学旅行や社会科見学に最適ですねとのこと。ただ集客や管理費用を考えると現状県内では建設の予定はないそうです。まあ、ただ民間の企業でこうしたレジャー施設を作るというのもビジネスのヒントになるかもしれません。まあ、ただまだ大きな課題もあります。まずは法整備で今の航空法でドリームチェイサーの着陸が認められるかなど、またドリームチェイサーはまだ打ち上げの実績がないため初号機の発射と帰還に注目が集まっています。どんどんこれから宇宙への機運高めていきたいですね。深堀でした。